シュート気味の低めのボールで、これだけはいいんですね。やっぱり巨人戦で勝つっていう自信、勝負勝負に山、はい、こいつもその持って戦ってましたからね。バッターの2番の川合です。いかがでしたか。いや監督のことはね、ダメだったけど、怪我に悩まされております。そうなかったね、やっぱり、まあ、今日も土橋さんが監督されてた頃、黒沢とか池山とかみんないい選手になってね、もう中心打者でしょう、はい。まあ、この人たちがやっぱり活躍してるんで、まあ、大変に苦しかったですね。監督されてた頃はどんな選手だったんでしょう、やっぱりまだチームの中が変わってますよね。強力な作戦だったんですよね。そうですか、大きく弾みました。さあどうだ、そうですね。じゃあショートのポジションは下の人もなかなか狙えないで、狙えないね。これはフォアボールが2つ、はい、野村監督にも映ってますけど、はい、まあ、野村監督はそのこれはどうでしょうか。あれですが、ませんけどね、試合はなかなかあの1球1球丁寧にね、4回の攻防に入りました、はい。先ほどの回はなかなかインサイドに振るのが内野ゴロですからね。ブラッドして ね、はい、力んでまた打たれてしまったなことがよくありましたけどね、はい。他もヤクルトのエースって言ってもいいと思いますよ、ちょっと攻略の仕様がないっていう感じなんですね。そうですか、西村が非常に低めの中でボールは右打者にインサイドに低めのシュートですよね、はい。先ほどの続きになるんだけど、はい、その2年目のこのね、はい、これはどうでしょうか。ヤクルトスワローズがね、素晴らしい数字を残しています。西村9勝ですか、はい。これはあの古田のねリードのところがね、巨人戦の一番リードもいいのバッチリですよ。そうですね、もうヤクルトでは今畑選手は試合ちょっと出たところですね。並大抵じゃないと思うんですが、マラソンで言ったら3分の1ぐらいね、そのあたりなんとか突破口を開きたい。これは詰まりました。隅から一塁へ。